てしもうた。すぐそこにおったのに。お主。おお、忍び殿か。聞いてくだされ。それがしはついに見申した。女の奏者でござる。遠目にもわかる。美しく、だが儚い様子の。呼んでおるのはわしなのか、尋ねるのじゃった。つい聞き惚れておるうちにすっと霧の奥へ去ってしもうたわ。そういえば父上から霧深い隠し里のこと聞いたことがござった。忌まわしい里ゆえ決して立ち入るでないと。だが今はどうでもよい。さてこの先は何とも濃い霧の森よ。あの女僧者のもとへ行くにはどうしたものかな。ああ、霧の奥であの調べが呼んでおる。敵だと。そうじゃ。あれはこの先の廃寺にこもり村人たちをまやかすため幻の霧で村を閉ざしておるのじゃ。廃寺か。古い建物でな。もし扉が閉ざされていても2階に穴が開いているはずじゃ。
Thank you.
くよ。いかがかね。こんなところにも死者があるところを、また供養集あり。死ねぬものでもお構いなしじゃ。さあご供養していきなされ。死者があるところ、また供養集あり。どこへ行こうとご供養を欠かさぬようにの。
カノ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 、オラはカノじゃ。おい、カノ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 、落ち着け。あんた、まともな人かい？ああ。よかったよ、あんたはまともなお人だよ。あんた、何か聞きたいことがあるのかい？ただ、すまねえが、ほら、このままカゴかぶったままでいさせてくれ。この村はどうなっている？オラにもよくわからねえ。気づいたらみんなおかしくなっちまってた。オラもずっと頭がぼーっとしていたんだけども、ゲーゲー吐いたら目が覚めたんだ。喉が渇いてたくさんお酒を飲んだからな。きっとそれで吐いちまったんだ。神主様が時々お酒を振る舞ってくださるんだ。ただな、お酒を飲むと喉が渇いちまう。酒だるはすぐ空になる。仕方なく皆池や川の水をすするんだけどな、飲めば飲むほど喉が渇く。喉が渇いて渇いてたまらなくなるだ。この村の者たちどうなっている？わからねえ。ただみんな火を怖がる。頭がぼーっとしてるときはオラもそうだった。あのなかなか消えない火、今思い出してもゾッとする。消えない火。漁師の犬彦のやつが松ヤニを燃やして家に立てこもってたんだ。あいつの松ヤニは長く燃えるからな、まったく忌々しい。犬彦は村の鼻つまみ者だ。獣の肉など食いやがる。だから神主様もあいつにはお酒をあげないのさ。その犬彦の家はどこだ？池の向こう側さ、どん詰まりに犬彦の家がある。神主とは？神主様はこの村で一番偉いお人だ。川沿いに遡った先、水源に近いお社にいらっしゃるぞ。神主様はおっしゃってた。皆で都人になろうぞってな。お酒をたくさん飲めば都人になれるってさ。ん？都人ってなんだろうな。そうかい、行っちまうのかい。オラはここでカゴにこもってるよ。辛抱せねば。
かがかね。死者たちにご冥福あれ。調べに気を取られ不覚を取り申した。ああ仕方聞こえる。きっとこの先にあの女僧者が。やはりわしを待っておったのじゃな。ああやはり。ございましょう。それがわからぬのが悲しいのです。会えずともせめて知りたい。なれど頼りを出しても帰ってこぬ。誰も居場所を教えてくれぬ。ねえ御仁、サクザ様はいずこですか。知らぬ。あなたも嘘つき。どうしてみんな隠すのですか。Thank you.
サクサ様。そこにおるのは忍び殿か。ああ、忍び殿には礼を申さねば。礼だと？あの女僧者を連れてきてくださったであろう。ついさっきわしを撫でながら調べを聞かせてくれた。今までとは違う子守歌のような安らかで温かい調べじゃ。奏でながらこう言うてくれた。よく来てくれましたねと。やはりわしを呼んでおったのじゃな。忍び殿、これをもらってくだされ。わしはもう眠いのだ。
良いぞ。溶けてきた。溶けてきたぞ。おお。何をしている？どうじゃ？おお、よいぞ、溶けてきたぞ。じゃが足りぬ。なみなみ、次や次。さあさあ、皆の衆。さあさあ、飲め飲め、振る舞い酒ぞ。さあさあ、皆で都人に。ああ、どうか松座にお加えください。でも薄い。これでは溶けきれぬ。都人になりきれぬ。おお、都の水で亀を満たさねば。なみなみ。なみなみ。やはり込みを。